サバランサバランは、フランスの焼き菓子。ブリオッシュを切って、紅茶味のシロップを染み込ませて冷やし、ラム酒やキルシュをかけて、生クリームや果物で飾り付けたものである。または、ブリオッシュ生地を直径18から23センチメートルのドーナツ型の型に入れて発酵させてから焼き、キルシュ風味のシロップを染み込ませたものである。円形のサバランは、シロップを染み込ませた後、 上に熱したアンズのジャムをハケで塗り、スライスアーモンド、果物やハーブの砂糖をつけ、イチゴやラズベリーで飾る。中央の穴には、クレームシャンティー、カスタード系のクリーム、または果物を詰める。中央に果物を詰める場合は、サバランの上部の飾りも果物にし、サバランの周りにも果物を盛り付ける。もともとはフランス菓子の一種。 サントノーレの生みの親とも言われるパティシエ、オーギスト・ジュリアンの考案による歌詞であり、ババと呼ばれていたが、フランスの有名な食通、ブリア・サバランにちなみ解明された。ただ、フランスやベルギーの洋菓子店などでは、ババ・オロムというのが一般的であり、これは、ポーランド王、スタニスワ・フレシチニスキが、クグロフという歌詞にラム酒をかけて食したことから生まれた、アリババという歌詞に由来する。 サバランに詰める果物には、次のようなものが使われる。大森幸子、フランス菓子図鑑をお菓子の名前と、由来14ページ、世界文化社 ISBN 978から4、から4 1 8 1 3二1 9 5ありがとうございます。